こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は、5月の23日の、木曜日であります。今日はですね、例の、橋本、日本維新の会共同代表の従軍慰安婦発言ですね、まあ、これが非常に大きな外交問題、それから内政的にも維新の会が、支持率急落ということで、今大変な話題になっています。でその一方で、いわゆるまあ保守、言論会と申しましょうかね。保守的な考えをお持ちの方からすると、橋本さんがおっしゃったことは、まあ、言いたい気持ちとしてはわかると。つまり、日本だけがですね、一方的にその、今まで、従軍慰安婦問題でですね、この国際的に、非難をされてきてるけど、そうじゃないだろうと。まあそういう部分についてはですね、わかるんだというような趣旨のことが言われたりしているわけであります。しかし私はですね、ちょっとこの問題はですね、本質が違うなと思っているわけなんです。と言いますのは、橋本さんがそういう発言をしたり、また、保守系の方がですね、そういう、そのことに同調されるようなことを言いたいというような気持ちもわからないわけじゃ私もありません。しかし私は、あえて、そういうことをですね、わざわざ、政治の場でですね、問題としてですね、提起するのであるならば、もう少し本質的なことをですね、議論すべきじゃなかったのかと思うんですよね。つまり、あの戦争、大東亜戦争は一体何だったのかと。で、それについてのですね、この従軍慰安婦というのは、その、いわば周辺の話の話です。戦争一般についてくる様々な問題。まあ、本質の話とはちょっと違うわけなんですよね。むしろ、我々がですね、背負ってきているのは、大東亜戦争はですね、日本の侵略戦争で、アジアの方々、世界の方々に大きな迷惑をかけたと。特にこれはいわば日本はですね、イタリアやドイツと同じようにですね、いわゆるファシズム国家で、この民主国家対ファシズムとの戦いでですね、日本国民もまたその被害者だったのだと。まあ、こういう流れの中で、戦後ずっと我々はですね、歴史を背負わされてきたわけです。で、これは、いわゆる東京裁判士官ですよね。アメリカ側、連合国、戦勝国の立場からですね、自分たちの行為を、連合国の行為をですね、正当化するがためにですね、そういう形の価値観で、歴史観で日本を断罪してきた。で、日本は、その東京裁判をですね、受けるということで、それを受け入れてきたんだ。だからもうこれは仕方ないんだというような形で言われてますけれども、これはですね、確かに判決を受け入れたわけでありますけれども、受け入れた結果ですね、日本は東京裁判で有罪となった方々の刑の執行をしたわけですよ。で、したわけです。ですからそのことについての判決を受け入れたんですけれども、果たして今私が語ってきたような歴史観をそのまま後世、我々がですね、ずっと、その通りでありますという形で受け入れて、この日本の国の将来があるのかと。で、もう一度ですね、そこは日本人自身が、歴史を見つめ直す必要があるということなんです。そしてその歴史観をそのまま認めちゃうとですね、この憲法の問題も今ようやく議論ができるようになってまいりました。そもそも占領期間中にですね、日本の主権がない間に、この戦勝国のアメリカがですね、作った憲法をそのまま日本の中で議論して、明治憲法を改正して作るなんてことはありえないし、その書いてある全文の中からもですね、明らかに、日本をですね、アメリカに従属させるという意図があるじゃない、おかしいじゃないかということを、私たちはおかしいと言ってるわけですけれども、それも含めて、それでいいんだということになってしまうわけですよね。つまり、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、自らの安全と生存を保持しようと決意したということを是としてしまうわけですよ。つまり、ことの問題はですね、この憲法もそうですけども、やっぱり、あの戦争が何だったのかという本質の話をしなければならないわけです。で、それをですね、そのことをせずに、あら侵略戦争だと、こう言い切ってですね、そして、片っぽのその周辺のですね、戦争の中で出てくる数々の悲劇の中の一部ですよね。で、その問題だけがですね、クローズアップして、ああだった、こうだったと。いうようなことをですね、まあ、感情的な形で、あんまり議論しても私は、大きな意味がないと。したい気持ちはわからないではないけれども、それは本質の問題じゃないんじゃないのかということなんですよ。
ですから、私はですね、ここでもう一度、この議論をするんだったら、やっぱり歴史観というものをですね、しっかりやるべきなんですね。で、安倍総理などはですから、この問題については総理という立場ですから、この歴史についてはですね、私が申し上げるべきではないと。まあ、後世学者などがですね、これはしっかりと研究すべきものなんだというような形で、ワンクッションを置く形で、この問題についてはですね、言明をしないという、まあ、非常に賢明な、また立場上当然そうでなければ仕方ないと思うんですが、しかし私は、この国会議員でありますけれども、そういう立場、肩書きを持っているわけじゃありませんから、かねてから私の考え方、歴史観を申し上げてきたんです。今も同じようなことを申し上げました。そしてそのことを言うためにはですね、語るためには、結局歴史の事実一つ一つをですね、国民の前で明らかにしていかなければならないわけです。なぜ戦争が始まったのか。そしてどういう経緯で戦争が終わり、占領が始まったのか。こういうことをですね、やっぱり国民に知らしめていくということが大事なんですが、今までこの60数年戦争があって、そのことのしっかりとした話がされてなかったわけですよ。だからこそ総理がおっしゃるように、歴史家がきっちりとこれは検証すべきなんだということになるわけなんですね。で、それで言うと、今日はですね、たまたまちょっと、書棚の整理をしておりましたら、例のですね、8月15日が終戦の日ということになってますけれども、それに先立つ前の日、8月14日に、終戦の、詔勅というのが、閣議で、このサインがされて作られているわけですね。でそこで、この天皇陛下が終戦に至る経緯をですね、書かれているわけです。で、そこに御名御旨が押されて、その文章が、いわゆる、8月15日に、ラジオ放送、玉音放送となって流れているわけですね。で、それを読むと、非常にですね、この沈痛なる、断腸なる思いでですね、なぜ敗戦、この終戦をすることにしたのか、このポツダム宣言を受諾することにしたのかという経緯が書いてあるわけですね。で、戦争が始まった経緯も、自分たちの国の自衛のため、党は安定のためだった。で、他の国を侵略するつもりが、主権を損するつもりは全くないと。で、しかし、この中で戦っていたけど、今、自分たちには利がないと。利がないどころかですね、まあ、原爆という、とんでもない、この、大量虐殺兵器で、多くの、民が、どこの民が亡くなる。そしてこのまま進むはですね、日本国、文明の破壊そのものになってしまうから、ここは、耐え難きを耐えて、忍びの滝を忍んで、この、ポツダム宣言を受諾するんだと。で、この後ですね、この敗戦を、の後ですね、もっととんでもない苦難が出てくるだろうと。出てくるんだけれども、日本人はですね、自分たちの国に誇りを持って、もう一度ですね、心一つにして、この国の再建のために頑張っていこうじゃないか。そしてこの日本人が大切にしてきた道義を広めていこうじゃないかということを、まあ、かいつまんでいるとお話になっているわけですよね。だから、そういう一つ一つの歴史の、事実をですね、やっぱり国民に知らしめていく。そして、国民がですね、自分たち一人一人が、自分たちがあの時、じゃあどういう形でもし自分たちがいたら、することができたんだろうかと。あの世界の状況を一つ一つ、当時の方々と同じように、ことをですね、考えながら、もう一度思いを起こしてみる。これが歴史を考えるということになると思うんですね。で、その中で、十分慰安婦で、というか慰安婦で苦労された方もおられるだろうし、そして、戦争に行って本当に兵士で苦労された方々もおられるんだろうし、その個々の具体的ないろんな事実があったんだろうと思うんですね。で、そういうことも全部ひっくるめた話をして、我々が、この歴史全体を見るとですね、あんまりそういう話で、言うこと自体がですね、ないと私は思うんですね。この、まだ外国の間でもですね、まあ言葉は通じなくても、お互い分かったというところに、私はなると思うんですよ。ですから本当はそちら側の本筋の議論をまず日本人がするというよりも、自分たちの歴史を見つめてみるということが大事なことではなかったのかと、私は思います。まあこの問題はですね、非常に微妙な、このことをどん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 やっていくとですね、人間そのものの、というのは本当に醜いところがたくさんありますからね。特に戦争のような、そういう、もう生命、国家を背負ったですね、極限状態の中の、その状況の中のことをですね、一つ一つ、
この、あげつらって、それがどうだこうだということももちろん意味があるのかもしれませんけど、私はそれ以前にもっと大きな、あの時の歴史のその事実、全体像をしっかり掴んでおくこと、また、そのことをですね、おもんばかって考えてみようという、そういう姿勢の方が大事だと思うわけであります。ということで今日は、あえて、私の考えを述べさせていただきました。ありがとうございました。